はい、こんにちは、ブルーホースです。というわけで、ね、今回もやっていきましょうか。セパレートウェイズチャプター6ですね。はい、まあちょっとね、あれおかしいな、雇いの人なんかね、ちょっとクルージングを楽しんでいるということなんですけれども、ウェスカーことレオンということですね、レオン S ウェスカーになっちゃってるというような感じでございますね。2人目のアルバートが現れたというところでございます。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押していただけると、実況の励みになりますので、ぜひね、こんな30歳過ぎたおっさんベラベラ頑張っているんですけれども、楽しくゲーム実況しているところですね、ラジオ番組で好きにご覧いただけたらなというふうに思います。初期の動画で紹介するような感じになってるけどね。まあまあまあ、チャンネル登録もね、もう本当に本当に本当にじわ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 伸びているというところなんでね、はい。まあやっぱり大台乗ってくるとね、やっぱやっててよかったななんて思いますよ。趣味がね、趣味の延長がこうやってなってくるとね。だから自分でさ、動画とか撮ったりとかするとさ、まあ、ゲーム実況なんかっていうのは、まあ、昔はねテロップ入れたりとか効果音つけたりとかって一生懸命頑張ってたけど、まあまあまあ多少の編集はするよ。もっと見やすいように画質を上げたりとかっていうのが、まあそろそろね、収益化ができるようになってきたんで、まあ、ちょっと無料の録画ソフト使ってるけど、有料のソフトでも買ってね、まあ、新しいパソコンにしたら有料ソフトでも買って入れようかななんて思ったりとかする。見えた見えた、あちょっと角度が悪いな。あ、逆サイドだったらね、絶対丸見えだったよね。つけられてることに気づけそうっていうところだったんですけど、まあまあまあそれはいいとして、でね、覗きます。はい、クマちゃんが来たよ、クマちゃんが。お尻がかわいい。うわ、でも硬そうなクマやら。ゴツゴツしてそう。で、ナイフがもう、あれじゃん、狩猟終わってんじゃん、狩られてんじゃねえか、お前。浮いてるし。なんか、ディズニーランドのさ、カントリーベアとか出てきそうだよね、なんかね。うん。そして、お前それ持ってねえからな。いつの間に手に入れたんだって話だよ。いや面白いな、いろいろとこうモットーにした影響でもうなんか本当にやる気あんのみたいな格好になっちゃったりとかしてるから、ね、そしてお前あそこからあれ M92F だったっけ、もともとベレッタ、あれサムライッチ使ってなかったっけ。そっか、あれ俺変えたっけ。いや変えてないよな、ここのモットーは入れてないはずだよな。お前そんなふざけた面白い何する気みたいな風に思われてる、なんかちょっと銃を突きつけられてる感じがするけど、うん、やっぱりあれだね、なんか素手よりもさ、こう手袋つけてる方がウェスカーらしくてかっこいいというか、そんな感じがするよね。まあ、ニットもかっこいいしね。うん、Wise decision. I'll send you the new coordinates. はい、お願いします。Remember, I do not like waiting. I know. Waiting, no, I know. あれ？なんか今ちょっと鼻息。まあでも結局さ。ウェスカーもさ、そのクラウザーを直接手に入れたりとか、あるいはサドラーと戦っても、自分がまたこの当時でいう6年前のアレクシアルの時みたいに返り討ちにされたらたまらんから、自分はそのビビリだから手を下さずにっていうね、超卑怯者兼弱いやつだったかもしれないですよね。うん、ぶっちゃけそんな気がしなくもなくもないもんね。はい、やかましい。こっちには行けないと。でまさかここからスタートするとはみたいな感じだったよね。まあ、でもここからスタートすることで程よくそのアイアンメイデンじゃない、ああアイアンメイデンかとかリヘナラちゃんとかに戻ってこれるから、いい感じっちゃいい感じだね。こっちはくたばって使命かな。よし、OK。まあ一発牽制で放っときゃなんか敵もビビって、ああなんかあっちから爆発物が飛んできた、私も戦えないだすって。そうなんだよね、冷静に考えればさ、まあ虫になってるからっていうのもあるのかもしれないけどさ、こんな物騒なやつ持ってきてるのにさ、なんかそう金属バットとか、まあ、ルシファーとかでさ、あるいはなんだろう、電撃ビリビリとかさ、これができたら100万円電撃イライラ棒とかでさ、そういうさ、こう物理的な、まあまあまあ、まあ、ロケラもある意味物理か、うん、要はこう投擲武器とさ、なんか物理の武器と、あ、じゃあオーダーする武器とでさ、要はそんなに立ち向かってこういうとするよなって思うもんね、ほんと。ノーサリーさあ、あれもうくたばった、まさかああ生きてる、生きてる、よかったよかった、ちゃんと生きてた。はい、おしまい。でこのタイミングではまだあれだよね、レオンは
今頃アシュリー、あそこアシュリーを助けてからその後ここに来るから、まだあそこのところにあのこの先にあるさ、あのクレーン車みたいなの使ってドッシーみたいなのまだやれてないってことだよね。あちょっとパキンっつったな。オッケーでい、お金お金、ほんと金欲しいよね。まあなんかさ、やっぱお金を手に入れて気づくけど、お金が全てじゃなかった、時間が欲しいみたいなことをさ、なんかやっぱ有識者とか言ったりとかするけどさ、でもやっぱお金のない貧乏人である我々サラリーマンなんかとかからしたらさ、普通にやっぱ金を手に入れてみないとそれって本当なのっていう、やっぱ疑いがあるよね。金が多少あればさ、あれウロボロスみたいに消えてったけど、うん、ないとやっぱりって思ったりもするもんね。まあ皆さん、あの僕の動画をご覧になっている視聴者の皆さんはどのくらいのお金を稼がれているのかっていうのはちょっと私には計り知れないところがありますけど、まあ皆さん私よりもはるかにお金を稼いでらっしゃるではなかろうかと思いますけどね。まあ一応こう見えても、あの今転職した大企業のマネージャーをやらせていただいてますからね。はい、そうそう、前もちょっと自慢じゃないけど、まあちらっと喋らせてもらってね、あの800人じゃないや、800人は言い過ぎたな、うん、まあ400、500人の営業の前それで、あの一応ね、偉そうに営業の成功事例なんかっていうのを喋らせたりとかもらってますからね。1時間ってね、1時間とか喋ったりとか。メレ、ナケルゼベア、あここら辺とかはまあでもいつか会ってもいいのかもしれないけどね。ちょっと待って、チューンナップは必要なしかな。じゃあ、やっぱここら辺をじわじわ上げていくっていう感じかな。まあ、いずれね、ロケランに頼らないでクリアをするっていうのを目指してやっていくべきか時が来るかもしれないからね。まあそうなれば、じゃあここら辺も売っといた方が、あれか、もうちょっと先に改造ができるか。ああ、なんか納得された。ありがとう。結局これってどこで使うんだって話だよな。特殊会、まあ別にいらない。腰痛いですか。ああ、じゃあ、背筋を伸ばして毎日行ってください。よいしょっと。で、こっち来ると。おお、近い。プロフェッショナル、その敵がこんな少ないわけがないよね。ほい。あっちにいるな。ほい。あ、いた。なんかウォーリーを探せみたいになってる。他は？もう終わり？あ、すごい。あれだね。珍しいやつやな。ロケランをぶつけられたのになんか苦しんで死んでいくっていうね。いやー、かわいそうに。よし、じゃあこっち進んでいきましょう。どっちだっていうかもしれない。適当にこっちとか切れたけど、全然なんか方向を示さないままうにゃうにゃしてたけど、これがでもいつの間にそのコンテナが運ばれてったんだって話だよね。まあ武器商人もね、まあ、果たして同一人物なのかっていうところはちょっとあるけど、あそうそう、なんかああ RE ネットの方でさ、なんだっけ、武器商人、ごめんね、ちょっとあのバズってたから時間経つの待ってた。よいしょよいしょ。そうそうそう、 RE ネットの方でさ、誰だっけ、ちょっと待ってね、大丈夫か、ごめんなさい、なんか物音がしたので気になってちょっと止めちゃいました。続きやっていきましょう。次はどこに行こう。おお、携帯が急に鳴り始めた。そうそう、ちょっと携帯の CM 鳴らしながら、お姉さんも見えちゃう、そんなところから。気にしてる。え、見えへん、見えへん。え、ちな、え、アミスト？ He's worried about you. Till the end. 網目のストッキングしてたな。てかもうこのリヘナラドールとかってあった後だもんね。直後だもんな。Come on. Come on. We don't have much time. We don't have that. Let's get rid of these things. ウェスカー。なんかもうウェスカーが二重人格に見えてくるよ、こうなってくると。あっちに行ったり、こっちに行ったりって。大変なやっちゃ、ほんまに。よっしゃ、行きましょう。あ、こんなところ開けるのあったのか。知らなかった。ほんで、なぜかあっちの川見れない状態ですね。で、
Their most important facilities are housed in their sanctuary. あ、なんかの話をして俺今途中で終わっちゃったな。何の話したっけ？エイダレイさんの網タイツがなんかから見えるかもしんないっていうしょうもない話をして終わってた気がするけど、まあ別にいいか。Don't die on me. Hello, Slinger. そういえば俺あれだ、いらないアイテムを売却しなかったの。ここら辺のさ、もういらないよっていうのをちょっと売っていかない。Your valuables won't do you much good if you match. A deal well struck. Do you well with better to do 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 to do一応ね、動画を見やすくするためにっていうので動画とか撮ったりとかしてますけど、とはいえさ、ねえ、これで、はい、爆発。ねえ、やっぱり編集とかに1時間とかね、だから昔、もう覚えてる視聴者なんか、多分果てしなくゼロだと思うんだけど、ちゃんとした動画も撮ってたんですよ。なんて言ったらいいの？学術論文とかから拾ってきた動画とか、ネタとかを動画にして、自分で喋ってみたりとか、まあ、自分でたらたら喋ってるだけっていう動画だったりとか、あるいはその、なんだっけ、合わされたマインドマップみたいな形にしてみて、喋ってみたりとか、マインドマップにしてそれに沿いながら喋ってみたりとかっていうのでいろいろ工夫しながらやってたんですけど、あれね、準備とかその後の喋った後のテロップ起こしなんかのその編集なんかっていうのやってるとね、やっぱり10分の動画ね、30分からね、効果音テロップとか入れてるとね、やっぱ1時間かかるんですよね。発射しねえし、はい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 、なんか向こう側でゴーって下半身だけがやっぱ歩いてくると怖いな。まあ、上半身くっついて一緒に歩いていっても怖いんだ、怖いんだけどさ。ギュイーン。よいしょ。さあ、果たしてここのこの怖い中をね、一人で歩いてて大丈夫なのかっていう恐ろしい心配はあるけどな。よいしょ。じゃあこっち行きましょう。キャー、やばい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 、発射して早く発射して、よし、よしよしよし。ちょっと待って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 、操作してない事情が勝手に起こって今非常に混乱しております。なぜもうクラフトしなくていい。ちょっと動きが分かんなかった。そしてなんか今ちょっと色おかしくなかったか。あれ、俺こいつまで変えてたっけ。もっともうなんか何のモッド入れてこうどんな楽しみ方をしようとしているのかっていうのが分かんなくなってきた。ね、アシュリーに関してはもうチアリーディングみたいな格好してるもんね。チアリーディングではないか。あんな、チアリーディングの場合もっとあれだもんね、スカートヒラヒラにしてるもんね。なんかズボンタイプのその、チアリーダーとかも増えてきてるんですよね。やっぱりその、まあ下にさ、なんだろう、スパッツだったりとかそういうのちゃんとしっかり履いてはいるものの、やっぱ性的な目で見られてしまうからみたいなので、甲子園とかでさ、やっぱ、あれ花形じゃないですか、ある意味。ね、吹奏楽と。チアリードに関してはさ、チアリードっていう言い方をしていいのか分かんないけど、チアリーダーかな、うん、ね、だからそういう意味でいくと、やっぱりね、性的な目で見られるっていうところのリスクを考えると、ズボン型のね、まあ、短パンみたいな感じにするのはいいのかもしれないけど、まあ、短パン小僧から短パンガールになるだけっていう話だからさ、ジュイーン。そしてこれを戻すことはできんな。That was bound to happen. 早くつけてっているはずなんで。あれ、いない？これで戻れなくなってるから、あ、こっちに出てくるのか。やばいやばいやばい、ほい、あー、あ、ちょ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 、やばい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 、もう普通に攻撃を食らうよりもこっちのがやべえんだよ。いって、ああ、また無駄な体力を削られていってしまう。ほんともうダメだよね。よいしょ。で、ここは普通に開くんかいっていう話でね。あそこ、これあれか、電源通ってる、通ってない、関係ないのか。確かここに、あれだよね、ブラックバスがあったはず。ああ、ちょっと待って、もう見えないところでガチャンってなったから、一瞬何が起こったかのか分からなくて、今ドキッとしてしまったわ。捨てない捨てない、食べる食べる。完全に干からびてるけどね。うん、声がする。ふんが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 言ってる。
なんかただの変態野郎か。ちょっと待ってね。そろそろもうこれ、組み合わせて、もういいんじゃなかろうか。ほい。あ？いやいやいや。OK。で、ほい。で、ラストステートメント。それは、令和の虎。で、こっちは、一個足りねえのか。お、あのね、一つの、やつにしてた方が価値が上がるから、ほい。こっちも3カラーズじゃないんだよね。で、ラストは、これもそうだな。まあでもこれはもういいやん。別にそこまでガチで稼がなくてもいいかなっていう気がするから。と、オッケー。よし、じゃあ行こうか。よいしょ。生きてる！あ、ちょっと待って、頭吹っ飛んでるだけじゃん。おかしくね？そしてなんかベロムみたいな形してる。そうか、ベロムなんとかになってる。ベロムリヘナラになってる。でもプルンプルンは変わらない。ただ一つの掃除。ちょっと待って、普通に生きてたし。やべえな。立ってんだよ、あいつ。あ、バレたー！よし、OK。全身針まみれおしまいかな。おお、いいね。邪悪なる宝石か。いいじゃないですか、いいじゃないですか。でもこれプロフェッショナルだからさ、ほらガラドールがなんか急に2匹出てきたみたいな感じでさ、こっちにもなんかもう1体実は追加されてましたとか、そういうオチなかったりする？大丈夫？大丈夫だよね。これ右から出てくるとかないな。もう声が、あ、ここにあるのか。なるほどな。あ、ここにあるんだったら戻って、あれでもちょっと待って、あそこぴょん、あ、ちょ、あ、めんどくせえな。なんでこっちやってんのよ、そっち、なんか中のチラ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 見るんだって話で。よいしょ。じゃあこっち行きましょう。うん。ここ降りて、登ってこれるか。登ってこれるんだったら楽なんだけど、そんなことはないよね。あ、もう一周しなきゃいけないのか。あ、めんどくせえな。もうそれだったらいいや。よし。すんすん。とりあえず、これいいよね。これ2つさ、しかもさ、あれが手に入るんだもんな。いや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 、そんな褒めなくてもいいですよ。チュン。ちょ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 じゃあ、装備入れ替えでこいつやって、いらないで、こっち、今度はこっちをバージョンアップさせていきましょうかね。はい、じゃあ、一旦まあ、区切りがいいところまで来ましたので、この辺りでね、終了とさせてもらおうかなというふうに思います。まあ、次回このチャプターをクリアするところまで一生懸命やっていきたいというふうに思いますので、ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して応援していただけたら励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。チャオ。